はい、大きにアップルウォッチマンことアンピーです。今回はね、メッセージを送る受けるの使い方をお送りします。アップルウォッチならではのね、使い方もありますので、最後までぜひご覧ください。それではいきます。それでね、いつもの通りね、デジタルクラウンを1回押して、でこの中のメッセージのね、このマークですねを押します。すると新規メッセージっていうのがあるので、この新規メッセージをまず作る加工でいきますね。で、宛先の方はここの追加っていうのを押して、この中から、真ん中がね、名簿が出てきますので、その中から選ぶという形もできます。で、ここから下からね、今までやったリストからね、使うっていうのもできますね。で、ここでね、設定したという形になったらメッセージを作成します。で、この場合はまずここのあるマイクの入力でいくと、今日はありがとうございましたね、いう形で入力もできますし、この笑顔マークはこのね、文字をね、文字をね、入力することができるという形になりますね。で、次にこのハートのなんかマークみたいなのがありますけど、これはこういう風な感じで手書きの文字を入れることができるって感じですね。もう一回いきますと、ここの右上のね、ここの緑のポッチを押すと色をね、変えることができるんで、例えばこれにして3って書くと、これがで、これが送信できるっていう形で、これで送信ってやると送信することができるという形になります。で、最後のこの顔みたいな文字が、ミー文字ですね。で、ここに登録してある文字でできると、ミー文字を入力できるということですね。で、最後にこの下の方に行っていただくと、この候補ってこう書いてあるんですけど、定型でね、こういう文字をね、パンと入れたいときに、入力はできないんですけれども、この文字をね、ゆっと登録してあるものをね、入れることは可能です。で、これはですね、 iPhone で、追加ができますんで、それをちょっといきますね。で、いつもの通りね、 iPhone のウォッチアプリ開いて、その中のメッセージですね、でメッセージを押してもらって、その中にデフォルトの返信っていうのがあると思うんですけど、これを押していただくと、今ここに入ってますよね。もともと入っているものが先のほどのところに出てて、で、ここに返答を追加っていうところで追加すれば、新しい文字を追加することができるという形になります。で、メッセージが送信されると、こういう感じでメッセージが届いたら、ここに表示されるんですけれども、先ほどの表示がすぐに出てくるのが嫌だという場合には iPhone の設定から変更することができます。 iPhone の方のウォッチアプリに行って、この通知ですね、通知のこの通知のプライバシーオンにすると、通知の詳細は通知をタップした時のみ表示されますという形で、これをオンに例えばしますね。こういう感じで中身が見れないように押したら今見れるという感じで、もし見られたくないっていう方は、あそこを通知をね、プライバシーをね、オンにしておけばいいと思います。このメッセージの方では、動画とか、写真の方もこの Apple Watch 上で確認はできるようになっているので、もしそういうのが送られてきても見ることは可能です。で、最後ですけれども、未読のメッセージがあった場合には、前のね、動画でもありました通知センターの方、これをスワイプする感じでやれば、ここに未読のメッセージが出てきますので、でここを押せば内容が見れるという形になりますので、それでぜひご利用ください。まあ、先日ね、発表されましたけれども、 Apple の方でこれを Android にも広げようという話が当初はあったと、でもそれがなくなったという形で iPhone だけにいったんですけど、これがもしね、全体で使われるような機能でこのメッセージが作られていれば、まあ、LINE とかそういうようなものに変わるものが Apple が支配していた可能性はありますよね。まあ、そこら辺はね、やっぱり経営の難しさというところだと思います。はい、今回もありがとうございました。あなたにとって素晴らしいね、 Apple Watch Life のね、テープになっていたら幸いです。またお会いしましょう。 See you!